今回は知らないと損する優先すべき重要度の高い探索を紹介していくぜ。前回のレリックキャラクターやお供キャラクターでだいぶいろんなところに行けるようになりましたけど、どこで何をすればいいのかわからなかったので助かります。 3.5 周年キャンペーン中に行かないと損するものも紹介するので最後まで要チェックだぜ。それではまずはじめに必ずやっておくべきことはデイリー探索だぜ。やっぱり一発目は王道にして最高の探索であるデイリー探索なんだ。そう、これは間違いなくやらなくてはいけない。こちらは基本的には1日3回までクリアできるステージだぜ。場合によって増えることもあり、日曜のみ9戦行くことができますよ。全戦闘が1ウェーブのため手早くクリアできるからささっとやっちゃおう。キャラ経験値、プレイヤー経験値がメイン探索より多くもらえれるため、デイリーに限ってはコストを問わずフルメンバーでの出撃するのもいいぜ。またデイリー探索自体が巻物や花形、指南書さんといった手に入りづらいアイテムを効率よく手に入れられるんだ。パズドラでいうところの育成ダンジョンみたいなもんだと思ってくれ。いやパズドラ下手でやめてたやろ。クエストを周回することで手に入る報酬はクエスト選択画面の右下にあるドロップの隣に表示されているものが報酬となっていて、それぞれタッチすることでドロップ内容が確認できるから見ておくといいぜ。初心者さんでも自分に合う難易度を選んでできるからなんとか倒せるレベルのものを毎日回るようにしよう。さらにこのデイリー探索を行く理由に関してなんだけど、毎日の課題の達成条件の一つなんだ。毎日の課題はその名前の通り毎日課題が出されるんですが、それをクリアすると豪華報酬がもらえるんですよね。そう、しかもデイリー探索の報酬は風結晶が2つも手に入るというミヨイちゃんの煮物並みにうますぎる探索なんだぜ。こんなに簡単なクエストを行くだけで結晶を手に入るのはミヨイちゃんの胸並みぐらいにで、また毎日の課題は5つクリアすれば風結晶がなんと5つももらえれるんだよ。それは必ずやらないとですね。しかも毎日の課題は1つ積んでる課題があるんだ。それがお賽銭箱から賽銭を受け取ること。ある程度やっている人ならわかると思うんだけど、もういらんと言えるほどに賽銭がパンパンになっていると思うんだ。周回やログボとかでめちゃくちゃ溜まりやすくなってカンストしている人は多いでしょうね。そのためある程度持っているともうお賽銭から賽銭を受け取ることができなくなるんだ。なのでこの課題は積んでいるから、おのずとこれ以外の課題をクリアしないと毎日の課題の5つの課題をクリアしようがクリアできないんだ。なのでデイリー探索は必ずやっておこう。ちなみに編成に関してはレベルが上がりきれていないキャラクターを優先して入れてあげよう。経験値もそれなりにもらえる探索ですからね。もうみんなレベル上限まで達しているのなら全然一人で生かしてもいいと思うよ。あと 3.5 周年キャンペーン後半にて1日3回挑戦できるデイリー探索が期間中1日に5回挑戦できるようになっているんだ。ただこれってデイリー探索3倍の劣化じゃないですか。いいところに気がついたね。単純計算すればデイリー探索3倍ならば 3×3 で9回行ったことになり、今回のデイリー探索は3たす2で5回ということで劣化なんだよ。例えると唐揚げくん3倍でかくなるキャンペーンと唐揚げくん2個追加キャンペーンを比べると3倍でかくなっている方がお得だよねって話なんだ。それよりクタカのもも肉が食べてと言ってもいつもよりはお得といえばお得なのでやっておこう。ちなみに視聴者さんはコンビニのホットスナックは何が好きですか。私は霊夢部長のバラ肉くんが好きです。コロナで入荷できなくなりました。それでは次にやっておくべき探索はイベント探索だぜ。なんとなくイベント周回はやった方がいい気はするけど、結局なんでやらないといけないの？結論から言うと、東方ロスワの最強格であるレリックキャラクターとジェニックキャラクター、エピックキャラクターの限界突破素材をゲットするためだぜ。限界突破というと、キャラクターのレベル上限を上げるだけではなくて、スペルカード枚数が増えたり、貫突すれば最強の技、ラストワードを使用することができるんですよね。だがその限界突破素材は 3.5 周年のようなキャンペーンぐらいじゃないと配布されることはないぐらい貴重なものなんだ。しかし、このイベントクエストでは初心者さんでもこの限界突破素材を確保できる、楽に獲得することができる探索なんだ。それは絶対にやらないといけませんね。しかも、その他の貴重な育成素材である巻物さんや、仲間確定祝祀、場合によっては強力な絵札、といったように、東方ロストワードをプレイする上で重要なアイテムをがっぽりと稼ぐことができるんだよ。メリットが合いすぎるのでそれはやらないと損だわ。特にイベント探索ではレアイベント P を集めよう。間違いなく今回のジェニックキャラクターの参加や、日替わりレリックの復刻で限界突破素材が非常に欠乏しただろう。貧乏巫女になっちゃった。なのでイベントのレア P を集めてレリックとジェニックに必要な玉形代をゲットしよう。ざっと効率のいいやり方を言うと、一番的に勝ちやすい1ウェーブのルナティックで自動操作モードとフルオートを活用しよう。これでヒナみたいに勝手にくるくる回ってくれるので、あとは寝ようが勉強しようが勝手にレベル上げと素材が集まるんだ。初心者さん、というか全員に共通して言えますが、最速レベル上げとしても使えますしね。
そう、数十分すればおそらく40から50周ぐらい続けてくれていて、仲間のレベルもかなり上がっているぜ。試しに検証したところ50周回ったら1レベルから37レベルまで上がったよ。後で紹介する仲間経験値強化探索と合わせてやると爆上がりだぜ。あともしもレイピーがなくなってもイベント周回の累計ポイントや、福引きで引いてレイピーを回復させれるんだ。見てくれたらわかるんだが、イベントポイントで安いレイピーでもフルで購入すればなんと5000も回復できちゃうんだよ。さすがに5000回復はコスパの殿堂すぎますわ。これは素材とレベル上げの一石二鳥でお得ですよ。そう、このために特に初心者さんはイベントでの周回をするのがいいね。ただルナティックで周回なんてまだ無理だよって方もいるだろう。そんなあなたのために初期化実路で最速でルナティック周回ができる超効率法をこの動画で紹介しているから後でこちらを見てくれ。後で早速見に行ってみます。編成に関しては、一人でもルナティックを倒せるキャラクターで挑むこと。そうすれば、レイピーの消費を抑えつつ周回ができるんだ。レイピーは編成キャラクターの数で大きくなりますからね。そしてまだレベルが上がっていないキャラクターがいるなら先ほど言った一人でもルナティックの周回ができるキャラを入れて、一緒に編成して挑もう。そうすれば、まだレベルは上限に達していないキャラクターを速攻で強化できるんだ。なるほど、ポケモンで例えると、仲間にも経験値を与える学習装置をつけさせて回るみたいなものか。それめちゃくちゃいい例え。なので、レベルに達していないキャラも積極的に入れてあげてレベル上げにも使うといいぜ。しかしそうすると、レイピーがめちゃくちゃ減っちゃうよ。って思った方もいるかもしれないが安心してくれ。なぜならイベントではレイピー回復もやりやすい。累計ポイントや、イベントポイントからレイピーを変えるんだが、そこで回復してまた挑むことができるんだよ。なるほど、それならばレイピー消費も気にせずに回れますね。このようにメリットだらけの探索なので優先的にイベント周回をするようにしよう。ちなみにどれくらい回ればいいのかについてなんだが、とりあえずは限界突破素材一つと交換できる100個まででいいと思うぜ。というのも、それ以上行くのはあんまりメリットがない。なぜかというと、イベントポイントで交換するアイテムがほぼないから、レアイベントポイントが100個になる頃には、イベントポイントで交換できる重要なアイテムはほぼない。つまりレイピーもあとは消費していくばっかりだしちょっとメリットはないんだよ。それなら次に紹介する優先度の高い探索や、絵札周回なんかをやっている方がいいんだ。なるほどすぎてやばい。ただ、累計ポイントで取れる超フェスに使える限界突破素材を獲得しに行くのはいいと思うぜ。ちなみになんだが、短縮版のイベントではレアポイントで片白が買えない、というより交換所に置かれていないので、その時は福引きと一片白、仲間確定祝祉あたりをゲットできれば OK ぐらいな気持ちでいいぜ。短縮版だと、レリックとエピックの片白がないから優先度は低くなるってことね。とにかくイベント探索は初心者さんから上級者さんもやっておきたい探索なので優先してやっていこう。ちなみに私の好きなイベントは、サンズの川に伝説のタワワキャラを集めてみただぜ。いやそんなハレンチな名前じゃないから。そして次にやるべき探索は飛空ストーリーだぜ。ほう、ここで出てくるのはまさかの飛空ストーリー。うん、なぜこの探索なのかというと、3.5 周年キャンペーンでレポート絵札とレリック、ジェニックキャラクターに必要な限界突破素材をゲットできるからだぜ。こちらは新キャラの育成素材を想定した課題報酬になっているんだよ。課題を達成すればレポート絵札や玉片白を獲得できるんだ。終了日時は2023年12月13日と長めなんだけど、全部回収するのには少し手間がかかるんだ。そして早くやらないと積んでしまうんだよ。積むって一体どういうこと？まず飛空ストーリーとは何なのかについてなんだが、こちらは、東方プロジェクトの本編には分類されないズンズミュージッククールレクション飛空クラブを原作としているんだ。ズンズミュージッククールレクションは飛空クラブというオカルトサークルのメリーと連呼の物語を変えたような BGM が聴ける作品です。あの役もゆかりのテーマ曲で有名なネクロファンタジアのアレンジといったアレンジ曲もあるんだ。また本編とは未来の時間軸の話なんだが、メリーはゆかりに似ていたり、うさみれんこはうさみすみれこにそっくりだったりと本編に絡む要素もあるんだぜ。そんな飛空クラブをロスワなりにアレンジした探索がこの飛空ストーリー。メインシナリオとは別の物語となっており、夢のような世界に巻き込まれる主人公と飛空クラブが描かれているんだ。この探索は基本的に言っておけば、課題報酬で結晶がもらえれるからやった方がいいかもね、みたいな感じなんだが、今回の 3.5 周年キャンペーンにて期間中に達成すれば豪華報酬がもらえれるということで、優先的にやりたい探索となっているんだよ。だから優先度がかなり高いわけか。さらに新たに追加されたストーリーでは、一定の確率でレポート絵札がドロップ。レポート絵札は、ジェニックお祈り限定で登場する仲間の育成に必要なアイテムとなるので、非常に重要なアイテムですね。レポートシャープ1レポートシャープ9は、ジェニックお祈り限定で登場する仲間の昇格に必要なアイテム。なので今後他のジェニックキャラクターをゲットした時はここで集めることになるので今後お世話になる探索なので飛空ストーリー新章まで行く必要があるんだ。さらに 3.5 周年アニバーサリー飛空エルオスプワード追加記念キャンペーンではレポートとジェニック、レリックキャラクターに必要な限界突破素材が手に入ると言ったんだが、早めにやらないと全部回収ができないんだ。そうそう、
それは一体どういうことなの？その理由としては、例えば記号部無酸エクストラ版身をクリアしようなんかはかなり手間で、こちらはエクストラの探索であり、エクストラは1日に3回しか行けない。しかもなかなかにクリアしないとたどり着けないので、まだクリアできていない人は早めに1日3回行く必要があるんだ。なるほど、探索に行ける回数が決まっているから早めにやっておいた方がいいのか。このキャンペーンの終了日12月13日なんて、なんだかんだあっという間だからやっておこう。コツコツと忘れないようにやっておこうぜ。いやコツコツではございませんよ。次に優先度の高い探索は副霊だぜ。副霊は高難易度コンテンツの一つだけどやった方がいいの？これはできればやっておきたい探索だな。まず副霊についてなんだけど、最初にプレイヤーが相手のレベルを選択し、それを倒すことで各レベルごとに初クリア報酬、ドロップ報酬などを獲得できるんだぜ。相手の最低レベルは60、上のレベルを選択するにはまず下のレベルを倒さなくてはならない、コウマ島に似たシステムとなるんだ。ここで絵札も回収したいし、確かにこちらは優先してやっておきたいですよ。ちなみに専用絵札は、60、120のどのレベル帯でもドロップするぜ。なので先ほど紹介したイベント周回などで育成をしっかりと行えば、レベル100も作れるから初心者さんでもある程度やれば絵札周回もいけるはずだ。そんな副霊に第3弾の副霊キャンペーンを行われているんだ。副霊のキャンペーンめちゃくちゃやるやん。そして、第3弾の課題と報酬については、VS 副霊を1回クリアしよう。一片白1個、再戦1万、上降炉5個、上降木ランダム10個、VS 副霊を10回クリアしよう、上降炉15個、上降木ランダム20個、上降木ランダム20個、上降木ランダム20個、VS 副霊を30回クリアしよう、天片白1個、といったように、1回勝つだけで2周目や工場キャラに必要な限界突破素材の一片白がゲットできるんだ。おお、実質1回でイベントポイント2万個を集めたようなものじゃん。たった1回クリアするだけでも優秀な育成素材を手に入れれることができるんだ。これはやらないと損ですわ。30回頑張って勝てば天片白もゲットできるし、余裕がある人はやるといいぜ。ちなみに初めて勝ったところじゃなくても、1番回のところを周回してもちゃんとカウントされるから、レベル60ならなんとか勝てるって方はその回を周回するといいですよ。そして次に優先すべき探索は仲間経験値強化探索だぜ。あれ？意外と優先度低くないですか？全然そんなことはないぜ。コスパ抜群の優秀な探索と言えるよ。まずこちらの探索の仕様なんだが、誰でも簡単にレベル100にできる経験値獲得探索だぜ。メタルコア熊狩りでガンガン稼ごうぜ。こちらはデイリー探索にある仲間経験値強化探索から受けられるんだぜ。7日間で最大で仲間6人のレベルを100にできる経験値を獲得できちゃうんだ。ちなみに挑戦は1日3回まで。とりあえず1日3回なので、みっちりとパーティーを埋めて、敵自体は弱いからレイピーコストカットで挑戦ですよ。そうそう、レイピーコストカットは、編成画面の消費レイピーボタンをタップしてダイアログを表示後、調整及び設定の保存をすることができるからやっておくといいぜ。これに加えて、寺小屋にぶち込んでるなキック周回をさせまくるっていうのが最強のレベルアップ方法だろう。いやそのブラック労働なら誰でもレベル上がるわ。3周回るだけでもかなりの経験値が上がるので、コスパはなかなかいいね。しかしなくても、さっき紹介したイベント探索のルナティック周回をすればいいというのがあるから、なくてもいいといえばなくてもいいね。確かに、7日間わざわざ3周回らなくてもルナティック周回が回れるなら自動で何度も回ってくれるイベント周回の方が楽かもですね。とは言っても、こちらのクエストは、推薦レベルはたったの10と初心者さんでも受けれることができるレベル。なのでレベル上げとかよくわからないという初心者さんはとりあえずこちらを行くといいぜ。こちらは一旦レベルが1になる少女転生キャラにも有効だから期間中毎日挑戦して、たくさんの仲間を強化しておこう。ちなみに終了日は2023年11月30日10時59分までとなっているぜ。そして次に優先度の高いクエストはコウマ島や迫力巣台だぜ。ここで高難易度コンテンツ。高難易度コンテンツの特徴としては強くなればなるほど、豪華報酬をもらえることができるのが特徴。なので仲間がしっかりと出来上がった状態、ある程度東方ロストワードの戦い方を知らないといけないということでこの順位にしたぜ。最後は絵札周回だぜ。通常探索のドロップ率3倍キャンペーンが終わった今、正直絵札周回はおすすめしないな。この通常探索の絵札ドロップ率はとんでもなく低いんですよね。ネット上での報告では300周しても落ちなかったという声もあるくらいなのでドロップするための周回回数は正直計り知れない。しかし中には10周位でドロップしたという報告もあったり、ドロップしているユーザーもいるので確率は限りなく低いとはいえ例ではないのは間違いないんだが、まあ集めるのが大変となると、ドロップ率が普通の時にやるのは得策ではなさそう。そう、ある程度レイピーも持っていないとできないし、特にキャンペーンをやっていない時にやるとなると優先度は低くなるね。逆に前回のようなキャンペーンが来た時には積極的に前回紹介したような最強絵札を集めるようにしよう。
さて今回の授業はここまで。もし今回の授業が少しでも役に立ったと思ったら、チャンネル登録はしなくてもいいのでコメントか高評価だけでも押していってくれると助かります。またさらに強化するためにレリックキャラの最強お供も紹介しているから見に行ってみてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。